こんにちは、ガチンコマッチクラブをご覧の皆様、そしてメタボ47をご覧の皆様、速稼塾の久保です。まあ120秒プランクなんですけども、もうね3週間どころか4週間どころかずっと続けられそうなんで、もう動画のアップいちいちしませんけども、今回ね、最後かな、動画アップしとしては意識してするのは最後にしようかと思います。プランクをやって2分を超えたあたりから片腕になってね、で浮かした片腕をこうやっていろいろ伸ばしてみたりとかね、こうパンチしてみたりとかやってみました。まあそうするとさすがに消耗が激しくってヘタっとなっちゃうんですけども、まあでもね、ここまでできるようになったかなと、本当にね、先月の自分を褒めてあげたいぐらいですね。これをやろうと決断した自分を、これね、やろうと決断してスタートしてやめるのが今度もったいなくなっちゃうんですよね。でしかも時間がかかるもんじゃないじゃないですか。まあですんで、本当にちょっとした隙間でパパパッとやるようになって、どんな時でもこれだけはやろうと思ったんですよ。リングフィットアドベンチャーは、体の状態を考慮した時にね、やらない時があるんですよ。毎日ではないです。1日あげたりすることがあります。まあ今日はこれからやるんですけども、ただね、やっぱりね、2、3分のチャレンジともなると、これはやらざるを得ないのかなというところと、あと肝心なのはミスター M さんが動画を毎日送ってくるんで、ちょっと負けてられないな、みたいな気持ちですよね。これが非常に大事です。で今日の動画の、結論なんですけども、身近なライバルをね持っていただきたいかなと思います。そのためにガチンコマッチョクラブなりメタボ47があると思いますから、もう私にでもいいですよ。こんなことやってますっていうような動画ですとかメールとかを送っていただいて、それをまずね1週間やってみましょう。1週間こうやってやり取りしていくと、それが習慣になってくるんですよ。で2週間目に挑戦しましょう。そして3週間やっていくと3年続くというね、だいたい3週間続くものって3年続くそうなんでね、私はだから一番意識するのは最初の3週間なんですよ。この120秒プランクももう3週間やってますんで、もうほっといても続くと思います。おかげさまでね、ウエストもこれからもしかしたらですよ、細くなるかもしれないですね。まあ健康の体を作るためにはいろいろとね、コツコツとした積み上げ投資がいるのかなというところでございます。それではまたお会いしましょう。失礼します。